やっほーみんな、まつちゃんだよ。まつちゃんの本日はスキンケアをみんなに紹介していくね。それではご覧ください。さあ起きたらまず顔を洗っていく。ちょっと際どいラインで私も女の子やっちゃってる。あ、ブスだった。ごめんね。洗顔後第1弾、シカスキンを使っていきます。こちらのシカスキンなんですけども、あの開け方は上からではなくてまさかの回し側でした。はい、こちら洗顔後の化粧水です。見て。で、見せたいところなんだけど、全然見せれなかったから、コットンで後でつけて見せるから、ちょっと待っててね。で、これなんだけど、保湿力がめちゃめちゃいいのと、洗顔後にちゃんと塗ることによって、きめ細かいところまで入っていくところが、めちゃめちゃおすすめらしいです。で、しかもめちゃめちゃ香りもね、シカの香りさんでした。いい匂い。はい。で、これが緑。見て、すごくない?液体緑だったんだよ。で、めっちゃもったいないから、これちゃんと、はつける。コットンとかで塗るのもめちゃめちゃおすすめだったかも。なんか普段届かないとこ、指じゃ届かないところもできた。続きましてスーパーヒアロンを使っていこうと思います。これはマジでなんか保湿力が超エグかったんだよね。匂いも石鹸っぽい香りがして超いい香りって感じでした。でね、これなんか取るやつなんか特有なんだろうな、めっちゃちゃんとついてたから手も汚れなくて済んで嬉しかったです。ポン。はい、めちゃめちゃいい感じに落ちました。でね、つけるシート自体もめちゃめちゃ薄くって貼りやすかったっていうのは超好印象で、しかも肌もマジで白くなるの。ちょ、これ経過見てほしいな。めっちゃいい感じで、これ待ってる間が10分から20分って書いてあったので、10分から20分はうちのアポルタンといっぱい遊びながら待っておりました。そんなこんなで早送りしてたら時間に足りましたので撮っていきます。めっちゃ見てもうやばくない？わかる？わかるよね。なんか目元とかついてないところとか比べてみてめっちゃ白くなった。テンションぶち上げで、ちゃんと保湿力もされてて水分も残ってたんで、しっかり全身にも伸ばしました。次使っていくのがシカデイリーボディケアミストを使っていくよ。これ全身にも使えるのと、コメント欄とかよく見るとニキビができにくくなったっていうコメントがめちゃめちゃあった。あと全身に使ってもいいように爽やかな香りで超いい感じ。はい、次大事なのは保湿力だよね。シカクリーム使っていくよ。実はお乳を新しく買いました。でこれさ、で穴をプツンって開けるやつあったのにさ、開けれんくて結局さお手々で開けちゃったんだよね。まあそんなことはさて一回置いときましてですね、見てクリームまで緑っちょーって感じでした。でもね、めちゃめちゃ保湿力良かったの。なんか化粧水とかやった後とかパックやとかやった後にこれをつけることによってさっぱり感もあるし、あとなんかクリームなのにベタつき感が全然なくって超つけやすかったの。感動的。うわー、まあそんなことはですね一旦置いときましてですね、寝る前のマッサージに使ってもめちゃめちゃおすすめかもしれない。はい、化粧の前にはもう絶対大事。もう最近は紫外線強いから絶対大事。日焼け止め塗っていこう思ってます。でこの日焼け止めさ、緑かと思ったら見て、白やないかい。ここも緑にしてほしかったよ、せめて。まあそんなこともね、クレームになってしまうのであんま言わないんですけども、これめっちゃベタつき感なくってサラサラ感満載でめちゃめちゃよくってびっくりした。もうなんか日焼け止めって結構なんかクリーム系ベタベタするイメージが私の中にもあったけど、結構サラサラして使いやすかったのと、匂いもいい匂いでよかったです。よし、これで準備も完了、服も着替えたし、あとはお泊まりの準備のしなきゃいけないから、あ、そうだ、あのカバンを使えばいいんだ。じゃん、これめちゃめちゃ使いやすくて大容量なんですよね。じゃあ準備、この化粧水とこの化粧水と、あとシカクリーム持っていきたいし、やっぱ夏だから水分も取りたくてコントレックス持っていきたいし、あとさっき使ったパックも持っていきたいし、あとなんだっけ、なんか持ってかなきゃいけないもの、あ、そうだったそうだった、この日焼け止め絶対持っていかないと。じゃあとりあえずお泊まりに行っていこうと思いますが、待って、その前にこれ夏の福袋で買えるんです、9点で。だけどこんなに入って12,480円、そんなの払えるわけないじゃん。今なら 55% オフで買えるよ。 55% オフ、え、実質 55% オフ。いや待って待って待って、それはマジでやば、え、買うしかなくない、え、やばくない、え、
ちょっととりあえず9点開くしかないよね。だって5650円で買えちゃうんだもんね。やばい、とりあえずさっさと携帯で9点で VT コスメって検索をして、あとはサマーラッキーバッグと見ればこれは買える。やばい、こんな嬉しいことなさすぎて興奮しちゃうぜ。あ、すいません、元に戻りました。じゃあね、これも1個購入することもできたし、それでは行っていこうかな。じゃあね、友達の家行ってきます。マツさんクランクアップでやーす。お疲れ様でやーす。お疲れ様でやーす。はい、ここまでお疲れ様でした。全部一人でやーす。よろしくお願いします。